引き取れ。そしてもう一人は第2回で本戦出場経験がある両者です。覚えているか、第2回、俺は1回戦お前に負けたんだ。そうか、すまない、覚えてないな。そうかよ、なら戦いの中で思い出させてやるよ。本年1年交流時。どうだ、試合の条件なら俺はお前に負けない。少しでも触れてみろ、あらゆる不幸がお前に舞い降り、死に導くだろうな。おっと、これは強力な能力です。私なら響いてしまいます。思い出した、次年創作会か、すまない、印象が薄くて思い出せなかった。正直、どうでもいい能力だ。お前の敗因は能力に頼りすぎたことだ。多少の不幸や災い程度で俺をどうにかできると思うな。なんだと、ふざけるな。こういうことだ、基本をおろそかにするから俺のただの一撃の打撃で終わるんだ。勝負あり、まさかまさかの一撃粉砕。このリーグ、最初から最後までただの一撃だけで他の予選者を KO させました。第2リーグ通過者、引き取れ。さすがお父さん、いざ久しぶりにお父さんの戦いを見るとわかる。お父さんはオーラの使い方がとてつもなくうまい。たった10オーラで1億オーラ分の打撃力はある。とてつもない完成度。おそらくネルがパトにやらせたいのはあれね。確かに今のパトでは優勝は不可能かも。続いて第3リーグ、パトの同じくやった時に勝敗だ。正直勝てる気しねー。これで終わりかしらね。勝負あり、さすが世界最強の一角。やはりこの3人の戦闘は圧倒的、圧倒的だー。第3リーグ通過者、天の絵豪華。あの人が霊華さんの妹さんですか。そしてご主人の2回戦の相手になる可能性がある相手。すごいね、速さもそうだけど、どうやってあの破壊力を生み出しているんだろう。オーラと能力でしょうね。白鵬さんは能力だけで、東野さんはオーラだけで、豪華さんは能力とオーラを混ぜて戦っていました。それが何かヒントになればいいのですが。とりあえず見ようよ、まだ隊長は3人いる。第4リーグも接戦が続き、そして最後にこの2人が残った。だが、ここでファルドラ選手が追い込まれる。ははははは、どうしたファルドラ、旅行使ってみろよ。お前の嘘は嘘にしなければ意味がないからな。どういうことだよ。つまり、嘘をつく前に一撃で潰せばいい。なんだってー。巨大天使墳宅器は。でかい、でかすぎる。まさに歩く災害です。これはファルドラ選手も映ってますかー。このまま潰れてしまえ。バカな、この巨体なら一撃で。すごい、ファルドラ選手、あの山のような巨体を涼しい顔で受け止めているー。サイボーグカウンター。バカだね、聞いてたけど浅はかすぎて驚いたよ。あのさ、僕は過去4回出場して一度はベスト4まで行ってるんだよ。情報がここまであってなんでそんな答えしか出せないかな。なんだと。一撃で倒されて困るなら、普通倒される前に対策する。普通すぎるでしょ。持ち上げたー。あの常に知的ですが何かみたいな汚なことしかしないファルドラ選手が持ち上げたー。チェーン、後で覚えてろよ。とりあえず、答えは、触られる前から虚構はすでに始まっている、だ。虚構、重力法則虚構。うわ、体が勝手に、嫌だ、下ろしてくれ。じゃあ。なんとそのまま宙に浮いて会場から出て行ってしまいました。運営の方、即座に山方を戻してください。会場外で死んだらかなりまずいです。これにて第4リーグは残り1人となりましたので決着です。第4リーグ通過者、ファルドラ、ミートロフ。まあ、今回は知能戦とは程遠い戦いだったからね、負けるなんてありえない。ソフィアの2回戦の相手になりそうな人、かなり頭脳戦が得意みたいだね。ヘッチン、私の方が頭いいもんね。頭脳戦じゃ負けないもんね。そばで見たらどう見ても知能そこまで高くないようにしか見えないけどね。人は見た目で判断しちゃダメ。今のメリアの知識を補っているのは誰だと思ってるの。本当他から見たら想像できないだろうな。さあ、第5リーグ、世界的に有名なモデル兼アイドル兼地球防衛軍隊長、バハート選手の登場だー。喜べ野郎どもー、可愛さに嫉妬しろ、子猫ちゃんたちー。チェーン、変なところでヘイト集めないでよ。俺、ずっとファンでした、サインください。野戦という場にもかかわらずサインを求めているー。お前、私の分ももらっとけー。そうですねー、そうだ、予選が終わった後ならいいですよ。よっしゃ、じゃあ早くバハートちゃんを倒してサインもらうぞー。私は、倒して。さあかかってきなさい。私はこう見えて母国で格闘技大会で優勝したことが。誰が、誰に、倒されるんですか。全然撤回ですね。バトミのほどをわきまえてください。今の私は地球防衛軍の隊長、アイドルじゃないよ。モラルだけは守って、遊びできてるんじゃないんだから。あ、すいません。天秤、熱量優先、耐熱熱を。なんだ、この系の能力者なのに。
か？これは割と結構怒らせちゃったかな。天秤に絶対優勢、オーラレスも。やり。何しかすな。勝負ありです。ダイオリーズも圧倒的。バハート選手の能力に対策していた選手たちも打ってなし。ダイオリーズ通過者、バハート、シェレフ。あれが私の2回戦の相手になる可能性があるバハート。炎に関してはあれくらいならかななら無効化するけど。うん、天秤、これが厄介だね。耐性を下げたり上げたりをされると結構厳しいね。オーラの質もすっごく高いし、戦術の組み方次第で勝敗が分かれそう。すごいわね、1年前より格段と強くなってる。手を抜いてても凄まじい火力。あの火力に天秤、数年前、私はそれで光と熱量を奪われて実力が発揮できないまま高火力の攻撃に圧倒されて負けた。今回もあの人たちみたいにね。思っている以上に厄介な子よ、本当。半年ぶりだな。それなりに力を上げてきたようだな。あれからいろいろ反省して鍛えたからね。忘れてないよ、ずっと。今回この大会でオーラランキング8位に入るくらいには強くなったよ。浅いな、お前は。何が？そんなもの全員調整しているに決まっているだろ。オーラ量を下げることで勝ちやすいリーグを狙う。あの抽選は事前の情報とそれを基礎にした心理戦。それがあの抽選の意味だ。それもわからずに抽選を引いたもの。そもそも力不足でリーグリーダーにすら選ばれなかったもの。そいつらはよほど運がないと勝ち上がれない。そうできている。私は全然気づかなかったけど黙っておこう。はは、わざわざ下げる。それは自分の実力に自信がない人たちのあがきでしょ。どうせベスト8に入れたらいい。1回戦、2回戦そこまで強くない人と当たればいい。そんなことを姑息に考えてる連中なんてどうでもいいよ。それを戦略というなら結構。でもそんなことしないと勝てないなら、そもそもこの大会で勝ち続けるのは不可能だし、私の相手じゃない。よかった、リーグリーダーといっても半数は大したことないみたい。このクソガキ。あいつらが1回勝つ、この功績のためだけにどれほど血のにじむ努力をしているか知らないぜ。そうね、でも私も白に同意よ。優勝を目指さない負け犬根性ばかりしかいないのなら私たちの敵じゃない。言っておくけど、私たち全員優勝を目指すし、私たち内全員が敵だと認識している。アランさん、悪いけど私はあなたと当たっても負けない。当然それ以前の相手全員にもね。なら結果で示せ、ならお前たちの言い分が正しかったと認めよう。今回調整した奴らには徹底的な教育を与える。お前たちが正しかったのなら俺はそうする。だがお前たちの結果が大したことなければ話は別だ。正々堂々が正義だと勘違いしている世間知らずのガキの戯言だと認識するだろう。いいわよ、今度は私たちが教えてあげるわよ。ぜひ勝ち上がってね、決勝でもいい。私が絶対あなたを倒すから。ハク、ちょっとピリピリしすぎよ、挑発しすぎ。無理ですよ、この大会は私の存在意義を示す場所。ここで勝てないならおそらくこの先ずっとパト君の足手まといになる。それに彼は私の弱さを突きつけた人。悔しくて悔しくていつも戦いのイメージはあの人だった。残念だよ、本当は私が戦いたかった。ハクは本当戦闘に関することになると普段の性格からガラッと変わる。極度の負けず嫌いな性格が出てくる。でも多分みんな同じ、普段はのほほんとしてても内心は全員負けず嫌い。戦闘になると仲良しではいられないのが私たち。だからこの大会、同士打ちがあっても絶対本気で殺し合う。私の2回戦もしメリアさんだったらその時は覚悟してる。それでは第6リーグ、開始。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。